皆さんこんにちは、ドラミです。今回はウォーカーアサルトを雑談しながらプレイしたので、その内容について話そうと思います。雑談相手は、アフリカ、マラウイに住んでいる姉。スカイプで話しながらゲームしてました。ゲームに集中しろよって話ですが、多めに見てください。そもそも姉のいる地域が停電になって暇だからスカイプやるぞーってことになりました。1日に3回ほど停電になるようです。恐ろしい国です。停電になったら仕事は一時ストップ。近くにいる人と雑談するのがマラウイの習慣らしいのですが、今回は夜中で一人寂しかったようです。暗い部屋でろうそくの明かりのもと生活してる、面白写真を送ってくれました。また断水してるので、ご飯すら作れないとも嘆いていましたね。今日の夕飯で焼肉を食べたなんてとても言えなかった。そんな姉がマラウイでの生活について話してくれました。いくつか紹介しようと思います。まず、マラウイ人はとても親切らしいです。バスに乗りたい人はどれだけでも乗せるそう。たとえ定員をはるかにオーバーしていても、日本人だったら、もう定員だからと思いますが、マラウイ人はこの人もあの人も乗せてあげようと思うらしいです。親切心からだと言っていました。ただ乗せられた人は足詰め状態で、窓からルパンのように身を乗り出しているそう。しかもバスは時速100キロを平気で出すらしいです。そんなの全然親切じゃねえ。彼らを落とさないバスの運転手の技術と落ちない乗客すごいなーって盛り上がりました。またこんな辺境に日本人があって番組で、ドアにとってのないタクシーに驚いているけど、ドア自体外れてる車も多数あるそうです。やっぱりテレビ番組だからいいタクシー紹介したんだろうなって言っていましたよ。いいタクシーってなんだっけな。車の話で付け加えると、マラウイの車は意外と日本車が多いらしいです。日本の中古車をどっかの国が買い取って、さらにその中古をマラウイが買うらしい。その際にシートなど外せるものは全部取り外すそう。そうする理由は少しでも人を多く乗せたいから。でもそのせいで足元は車体むき出しらしいです。炎天下の中だと足から温められるそう。もう優しいのか厳しいのかわからなくなりましたね。気温といえばマラウイは赤道に近い国でとても暑いらしい。今は冬なので25度前後で快適らしいのですが、夏になると平均45度を超えるそうです。日本で30度超えたよって話したら、へえ快適でいいね、って返されました。もはや基準が違うので話が噛み合わないですね。あと年がら年中暑い国なので、蚊に注意らしいです。特にフィラリアに感染したらやばいとのこと。各州で予防薬を飲んでいるらしいです。ベッドを飼っている方ならフィラリアの怖さがわかると思いますが、人間にも感染するんですね。知りませんでした。もしマラウイに渡航するなら十分注意してくださいね。そんな過酷な環境に暮らしているせいか、マラウイ人はとてものんびりしているそうです。ざっくり言ってのんびりしすぎて競争することを知らないそう。現地住民がトマトを売って生活してるらしいのですが、みんな同じトマトを同じように売っているらしい。それでいて売れないって嘆いているらしいです。品種改良や別なもの売ればいいのにって姉も嘆いていました。のんびりしたい気もするけど、競争がない社会も生きづらいものなんですね。日本には野菜や果物にもいろんな品種あるし美味しいし、野菜好きの自分からしてみたら日本永住確定ですわ。何より停電を気にせずゲームができる。この環境って実は幸せなんじゃないだろうか。と、このような会話をしながらウォーカーアサルトで遊んでいました。ゲームの方は、第2ウェーブが終わったあたり。ゲームと全然関係ない話ばかりでした。次回はちゃんと 19X について話せればと思います。このあたりで手を離さなければならなくなったのでカット。試合は気づいたら勝利してました。こんな動画ですが最後までご視聴ありがとうございました。